疲れ様でした。お疲れ様でした。本日の夫がネタ後の収録ゲスト、はい、澤穂真理さんです。澤さんが出てくれるんだっていうところと、澤さんの子育てどんな感じっていうのってあんまり聞いたことないなと思って、でもなんかさすがだなって思った。超人は何をしてても超人なんだなと思って、で勉強にもたくさんなりました。でなんかこう澤さんでもなんかこう奮闘してるところとかもお話聞けたので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。TVerでね、ぜひ見ていただけたらと思います。